んでキスをして週末を箱庭のようなモールでマニュアル通り恋をこなして、君は角部屋の小さな城で行く末の見えないメールを拾い、部署替えの愚痴とか絵文字で転送、また淡いハプニングを願ってる。だけども体の奥底に住む生き抜く力が希望を救う。出会いは巡り合いだと信じて、明日は晴天を祈って、テレビの何気ない天気予報の声に耳を傾け、自分が寂しくなってることを気づかないようにそっと全てを明日に託して眠る。いつだっていたずらに時代のせいにはできない、だけどなお泣きもせずじっと風に吹かれてるまま、終われない、待ちきれない、それなりに汗をかき、それなりに身を粉にし、何かに巡り会いたくて、教えて欲しいよ明日の